はい、皆さんこんにちは、井口チャンネルです。今日はビーコル芸人でおなじみのパトリック・アワタさんに来ていただきました。おー、ビーコール。ありがとうございます。長男で、ちょっとね、鬼ヶ島の和田さんに、一番来てくれよかったな。そんなん来るなら和田さんに今日、お付き合いいただいて、はい、今日はですね、和田さん、やっぱみんな結構気になってる、うん、例の新敏腕、もうちょっといろいろありますよ、僕もここは。そうです、まあ、はい、その新敏腕について、みんなで学ぼうというテーマで、はい、ということでお届けしたいなと思って、はい、ありがたい。お付き合いよろしくお願いします。お願いします。和田さん、どうですか、新敏腕、どのぐらいまでご理解されていらっしゃいますか。なんとなくのその条件とかはツイッターとかで見えるけど、うんうん、この一応 B イコールブースターとしては不安しかない、うん、怖さしかない。和田さんだけじゃなくて、多分ほとんどの方が、そうですよね、うち大丈夫なの、うん、とか、今 B2 なんだけど B3 なんだけど間に合うのとかっていう方いらっしゃるかなと思って、うん、はい、ちょっと今日和田さんと一緒にその新敏腕の基準について、はい、まあ、そもそもこの新敏腕はなんで必要なんですかっていうところからなんですけど、うん、世界と伍するクラブを目指してっていうリーグに成長させようということで新敏腕っていう形で発表されてまして、うん、そう、みんなで頑張ろうとダメなんだね。今の状況でみんなで頑張ってこうぜでダメなのかね。まあ、それに対するじゃあどこまで頑張るのかっていう、まあ、一つの指針をこう、まあ、発表されたっていうところだと思うんですよね。2021年の6月にいろいろこの、まあ、基準の概要が発表されてまして、これウェブでもいろいろ出てますんで、皆さんもそれ、この見た後にもう一度フォローしていただくとより、うん、理解が深まるかなと思うんですけど、まあ、3つ実は、はい、テーマがあるんですけど、うん、まず1つ目がですね、売上です。売上、はい、概要で発表されているのは12億円というルールがあります、はい、そんなあります、12億で言ってるチームで。実は朝俺もその、はい、じゃあ本当に12億円言ってる気あるんですかっていうのを調べてきました、うん、はい、こちらをご覧ください。これ決算は2021シーズンですね、今日時点でいくと昨シーズンで、すでにご覧いただいて噂分かりますよね。千葉さんすごいですね、やっぱね。もう12億どころじゃなくて20億いってるんですね。素晴らしいです。もうすでにこれ見て分かる通り、もう昨シーズンのうちにもうクリアしちゃってる。まあ千葉、うん、大阪、アルバルク東京、宇都宮、三河、琉球がすでにもうこの、まあ、新 B1 基準である、12億円の壁はもう突破してる、はい、これじゃあ突破するのが、うん、この6チームだったらもう6チームってこと、新 B1。 そうですね、今もう来シーズンからもしやるよってなるとこの6チームになってしまうだろうなってあるんですけど、うんうん、同時にありがとうございます、和田さん、スケジュールもちょっとありますんで、はい、こちらもちょっと一緒にご覧いただきたいんですけども、新 B1 が始まるのは2026-27 シーズンです、うん、何チームで始めますかっていうのを審査するのは2024-25シーズンにやるんです、はい、3年後。そうです、まあ、初回審査2024年の10月に審査が行われますんで、そこまで実は2期連続12億円が必要なんです、はい、2期連続2シーズン連続、はい、というと来シーズンです。え、来シーズンと再来シーズンからもう2期連続12億円やらないと2期連続にならないですんで、この今、まあ、今日この時点でいくと6チームが新 B1 になって、それ以下は新 B2。やだなまずすいません、はい、先にお金の話からしちゃってすいません。まあちょっとね、一番現実的、一番現実、はい、まあ、これが、まあ、まあハードルが一番難しいところ、うん、そして2つ目、はい、がアリーナ基準です、うん、皆さんこちら、これもホームページで公表されている資料ですので、よかったら、うん、もうこんだけすごい分厚いね資料なんですけど、こういう、まあ、アリーナで、アリーナだけでそれってこと、アリーナだけです満足させないといけない基準があります。じゃあ客席数が一番分かりやすいんで、うん、そこからいくと、まあ、5000席、うん、以上の観客数を有する5000人だもんね、5000席、はい、で5000席だけじゃなくて、実は、この中には、まあ、結構ここが一番ハードル高いんですけど、うん、じゃあ例えば国分は5000席ありますよとなったけれど、はい、じゃあスイートルームがありますか、ラウンジがありますか、ハンドかな、多分ないと思いますね。そういう、はい、まあ、既存のアリーナだとこう、まあ、まだ設備としてない、うん、まあ、スイートとかラウンジを設けないといけない。あ、もう5000席の他にもいろいろ、そういうことです。
でスイートルームでいくと観客数に対して 2% 以上、はい、でラウンジに対しては観客数に対して 5% 以上、で5000人でいくと 2% っていうと約100人ぐらいが入れるスイートルーム、100人のスイートルームって結構ですよでラウンジだと、はい、まあ、5000人でいくと250人ぐらいがこう利用できる、まあ、スペースを設けないといけないっていう、もう一個、まあ、すごく、まあ、ほぼ新築してマイホームアリーナ持たないと無理だなっていうのが、うん、開幕する2シーズン前から、自由にスケジュール、まあ、例えばビーコルのホームゲームはもう、うん、3連休だから例えば頭に持ってこよう、うん、お尻に持ってこようとか、うん、まあ、そういう自由度が効く、カーディングの設定が109日設定しないとできる。これまあ理由があって、うん、あのやっぱり、まあまあ、今シーズンそのいろんな中止だったりとか、うん、まだ今起きてる最中ですけど、その自由度があって、かつ、まあ、ビーコルがあの悲願のチャンピオンシップ進出、うん、ホーム開催ができるって時に、はい、いや実はコクプが使えませんとか、うん、なっちゃうと、まあ、ビーコルとしても辛いし、うん、もう興行としての盛り上がりにも欠けてしまうので、うん、チャンピオンシップ進出したとしても、あのファーストラウンド、セカンドラウンド、クォーターファイナルも自チームのアリーナでできるようにということで、そこはなんとか横浜アリーナで、すいませんそこはなんとか横浜アリーナで、で土日祝日が1年間何日あるかっていうと、うん、あのこれまあ祝日の関係で前後するんですけど、大体約115日、うん、その中の109日なので、もうそのアリーナはもう土日はもうビーコルのもんだからもう本当専用アリーナみたいなじゃないと厳しいってことですね。今回のその、まあ、その新品版っていうのはしっかり、まあ、のマイホームアリーナを持ってくださいっていうメッセージもありますよね、うん、そして3つ目、もうお腹いっぱいだよ、もうリコでお腹いっぱいだよでまだあります、最後は入場者数です、うん、でこちらは入場者数については4000人平均で、はい、4000人以上をこちらも2期連続、うん、これって達成してる、まあ、今は本当コロナ禍でもうしょうがないですけど、そうですね、昨シーズン今シーズンはもうほとんど、まあ、不可能ですよね現実的には、うん、の数字なので、まあ、緩和がされるんじゃないかなって個人的には信じてるんですけど、うん、まあ、来シーズン、はい、まあ、コロナの環境が明けたとしたら、うん、もう皆さんこれ1試合平均4000人をコミットしないといけない。だって今大体みんな1000とかね、1000ちょっとですもんねそうです、それを急に4000人にしないといけない、まあ、これも非常にハードルが高く、これ本当に新 B1 と新 B2 で新 B2 のチーム数えげつなくなんないですか。なのでそのチーム数に関してはまだ、うん、あの流動性持たせてるっていうふうに、ん、報道では出てるんです、うん、なので今すみません、 B コロの話ばかりして申し訳ないですけど、まあ、B コロが万が一、はい、来シーズン再来シーズンで 2期連続4000人12億円、うん、アリーナ達成できなかったとしても、また1年繰り越してあの入れ替え戦なしで、また新 B1 に参加することはできるので、入れ替え戦の良さもあるんだよね一番知ってるから入れ替え戦ジャンキー、あのドキドキがやっぱね、入れ替え戦の良さもやめらんないよね、やっぱこれで上とのあれはあのないんですよ、もうそこはもう本当にだからお金とお客さんの数とありなんですね。なんかやだなそういうことじゃないんだよ、そういうこと、入れ替えってもう、まあ、入れ替え戦を味わったことある人からすると、うん、え、和田さんに言うと物足りない、物足りない新 B2 も簡単じゃないですよ、皆さん。新 B2 も基準があるんで。うん、新 B2 も基準があるの？そうです。新 B2 も、いや、なんでこの今、売り上げ、ああ、じゃあうちは新 B2 からな、うん、じゃないんです、皆さん。新 B2 は新 B2 で、12億に満たってないからって言って、うん、新 B2 が安泰ではないっていうことですね。だから B1 だったチームが、いきなり新 B3 っていう可能性があるってことだね。まあそこ売上でいくと、うん、この初回審査のところではあの売上高基準で4億円っていうところを見ると、あの現在の B1 の中ではそこはあのなんとか新 B2 には入れれるんじゃないですかね、今のところではね、去年の中では、はい、あの現行の発表されている審査内容でいくと、うん、これは
誰が喜ぶんでんの新 B1 っていうのは。なので、はい、まあ、これはやっぱり世界に誇るリーグ目指していく、うん、例えば、まあ、NBA、まあ、ヨーロッパで来てユーロリーグがあって、うん、その第3局目を、うん、発表当時はもう NBA に次ぐ世界第2位のリーグを目指すっていうような発表のされ方もあったりして、うん、まあ、アジアの中ではもう間違いなくナンバーワン、ユーロリーグともこう渡り合えるぐらいのステージまで持ってきたいっていう、まあ、ビジョンですよね、はい、なので今結構ブースターの中だと、うん、いやチケット高いよ、うん、とかっていう声があるんですけど、実はその背景にはその目指さないといけない売上高があるっていう、うん、だってやっぱ今ね、僕もコロナ禍前まだ結構アウェイ行ってましたけど、うん、例えばもう家族でアウェイ土日見ようなんったらもう10万飛びますもんね。いや、まあ、特にビーコルさん人気カードですんで、ありがとうございます必然的にチケット代は高くなっちゃう結構になる。なので今一生懸命島田チェアマンが全国のクラブ回って、うん、自治体の方たちにこう、まあ、主にアリーナのお願いだと思うんですね。まあ、売上とか観客動員数ですね、クラブで頑張らないといけないところ、うん、まあ、チームで取り組まないといけないところ、まあ、アリーナってやっぱそう簡単に なんとかなる問題じゃないので、うん、おそらく島田チェアマンそこでまあ汗かいて各クラブにお願いに、各自治体に足運んでくださってるって環境ですかね。来シーズン、はい、まだちょっとスタート見込みになってる、うん、トトスポーツくじなんかの行方もありますんで、うん、ひょっとするとそこがこの今の、売り上げがまだ12億円に届いてないクラブたちの、うん、こう下支えのになるような環境もあるかもしれないので頑張れトト和田さんね、スポーツくじ系は得意ですよね。得意です、はいですんで、まあ、そういうまだ暗いニュースだけじゃないんで、うん、明るいニュースもあるんですけど、皆さんにぜひ覚えておいてほしいのは、自分が応援してる、うん、してるクラブがの現在地、どれぐらい頑張らないといけないのかっていうのを知っておくと、またゲーム の応援の仕方に、そうですね、熱が違うのかなと。はい、ちょっと微力ながらグッズ買います売り上げで少しでもで、まあ、それも一つの活動の方法ですし、リーグとかクラブにお願いしたいのはやっぱり先ほど和さんがおっしゃったように、いろんな家族連れとか、うん、こう若い世代の子たちが集って会場に来れるような、うん、こう施策も何かこう緩和策なのか、こう、うん、喜ばれるような施策も同時に検討してもらえば最高ですかね。やっぱ初見の友達呼ぶのに8000円ってちょっと言いづらいもんね、やっぱね。そこですよね、うん、やっぱ僕ら目指したいのはやっぱそのまだバスケ見たことない B リーグ の、うん、楽しさまだ知らない人たちにアプローチする方法も、新 B1 の基準、新 B2 の基準ももちろんなんですけど、その新たなファンブースターをこう、うん、仲間を増やす、うん、方法も何かこう提案があって、ね、まあ、俺らはね、下草の根つか、うん、このファンブースターと一緒になってどうやって B リーグ燃えるかまた続けていきたいですけどね。ということで今日はB コロ芸人でおなじみの和田さんに来ていただきまして、ありがとうございます。みんなで学ぼう新 B1 についてお届けさせて、和田さん大体理解できましたか。はい理解はできましたですね、あと他にもですね、いろいろ勉強になるような、まあ、こういう基準があるので、またリンクもちょっと貼っときたいなと思いますので、はい、そちらもチェックいただきたいと思います。あと、まあ、あっちも見てくださいよ、そうダイナミックプライシングの下りも、うん、実はそれやってるんで、はい、なんでこ のダイナミックプライシングが採用されてるんですかっていうのも見ていただけると、この動画の理解も深まるかなと思います、はい、言葉全部見ます、お願いします、はい、ということで和田さん今日はどうもありがとうございました。